止まってるよね、この飛行機。止まってんね。これどうしようか。どうしようか。何これ。こうやって。当たり判定あんのこれ。あるんだ。ある。落ちたけど。これ線路取った方が早いんじゃないかな。本当？どうせ列車だって大した取んないでしょ。前から来たらどうすんだよ。ここ逃げれんねんけど逃げらんない。しまった。そこまでのことは考えてなかった。来たらやべえな。ああまあまあまあ。来たらね、バックが始まるんで。ここクソ長。ちょこれ途中下車したいな。させてくんなそうだけど、なんかまあそのうち柵が消えるでしょ。めっちゃ逃げらんないよ俺。柵がなくなんねえ。あだだだ。あ甘いな、そう簡単にね。コロナだ。そう簡単に。やる。来たら来たら面白かったり、ね。ちょっと待って、右も左もいるけど。2974。ああ、ドローンだ。あ、インフォメーションマークじゃん。ちょっとあの民間人、助けに行ってこよう。本当に気をつけてね。大丈夫だ。10秒以内2人きりもやんなきゃいけないから、どんどん。うわぁ、や今度でこう、あのトラックトラックトラック、こっちは大丈夫。あ、ヘリも飛んでるよ、気をつけて。どうも。ヘリ、ちょっと今 お話ししてるよ俺。この場所を知らないか。ありがとう。ヘリ来てる。ヘリ来てる。ちょっと待ってどれかわかんない。あー来てる。危ない。ああ、これ範囲選択偵察できるようになりたいな。それめっちゃいいよね。絶対強いよ。っていうかもうワイルドランズの時はそれ乱用してたからね。途中から楽ちんすぎて。ここに3人組が歩いてらっしゃるね。だね。ちょうど目の前に。やっちゃおっか。いいよ。はい、はい、え、お、なんだ、お、多分奥に行っちゃったね、流れ玉。あ、まあそういうこともある。こんにちは。こんにちは。あ、とりあえず議事堂に行ければいいからね。ただ決してゲリラ戦がやりたいわけじゃない。あ、あれドローンか。目撃者をやれ。もう兵士言うても。あ、なんか車来てる。隠れろ隠れろ。もう泳いじゃおっか。記事通りだ。あれか、あれだ。かっこいい なんかあれが本当に議事堂？コンサート会場かなんかじゃない？ちょっとおしゃれがすぎるわあれ。よいしょ。あ、兵士いるんか。いるか。そりゃいる。あ、目的地方面の敵を減らしていけばそれでいい。だこっちの敵は警戒しちゃいない。あれ尋問できる敵じゃん。うん。でもこっちは確かに警戒しない。まあ調査はするけど。あ、ここにもいる。いるね。お、なんだ。あ、いた。あれ一般人。なに。待て。ドローン。でんでんとか言いやがって。
な、俺はまだ見つかってないからむしるぞ。俺は。あ、向かってきてる、向かってきてる。やれ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 。そこそこそこらじに、下にもいるぞ、下にも。いやー、やってやるか。全滅？左から迫ってる。敵もまさかの集団でゾロゾロ来てくるとか。まだいるな。ドローンかも。レベル上がった。あ、屋上。あ、屋上。あ、スナイパーか。撃てるかな。あれフラグ投げたら飛ばせそうだけど。ま、なんでわざそんなうるさい方向で。うるさい、もうバレてる。もうバレてる。俺はバレちゃいない。この辺から当たんないかな。じゃあ俺はバレてる。あ、見える。見えるぞ。見えるぞ。えい、ー。あ、待って待って待って。ああ。おいおいおい。ああ、またドローン飛んでんじゃん、あれ。右に敵がいるみたい。あ、いたいたいた。あ、待って、あいつは尋問したいな。あいつは尋問する。オッケー。ああ、待って。危ねえ。こんにちは。こんにちは。尋問。はい。あ、議事堂のお話聞けちゃった。ちょうどいい。あ、って、敵いるじゃん。オッケー。お、なに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 、どうしたの、どうした。硬い敵がいる。あれ、敵いる。結構奥の方だ。あ、いた。うわ、あ、出た。あ、やった。あ、ナイス。おかがじですな。2974×3相手ノックアウトしたらとどめ刺したら面白いのにな。いや、あれはちゃんと尋問してからね、命を奪う。はい、なんかノックアウトしたら死んでる風になってんじゃない。撃っても反応しねえ。ねえ、目ガン開きで寝てるから。寝てるじゃない、死んでるんだわ。なんか血出てるしな。死んでるん。死んでるよ。別に失神してるわけじゃない。あの議事堂の中に入るかと思ったけどね、ここで必要な情報は以上です、うん、はすんごい淡々と話が進んでいく。いや、到達目標まで。いや、今度は2キロ先になった。ああ、あら、なんだ俺。あ、待って、隠れて隠れて隠れて。え、待って、あれ俺ドローンでさ、ハテナマークをだな。これ本当に見えない位置にいたらバレないのかな。今のところ完全に飛行機からは見えない位置にいるんだけど。俺も見えない位置にいる。一回バレたけど。ちょっとドローン。お、やり過ごした。うん、もう隠れてればいい。大丈夫。あれ。あ、なんか見つかったけど見つかってない。俺も今その状況なんで。なんだそりゃ。じゃあ見つかったけど見つかってない。でもなんか戦闘開始っぽい BGM 流れてるけど。え、でも飛行機行っちゃったよ。あ、なんかいる。アイコン消えないけど。あれ、飛行機、あれ飛行機止まってね。何あれ、あ、飛んでるのあれ。止まってん。何あれ。わかんねえ。わかんねえ。わかんねえ。まあいいや、あの、ここにヘリがあるから、これで目的地。なんだあの飛行機。蜃気楼か何かでも起きてんの今これ。幻覚見せられてんの。幻覚を見せられてんの。レイ。は？お、なんか食らったんだけど。あ、ごめん、ちょっと浮いてた。は？プロペラに。動けねえけど。
え、ちょっと俺スタックしてるよ今。え、ちょっと待って。あ、動いた動いた動いた。あ、ね、何しやがろう。ねえ、これ止まってるよね、この飛行機。止まってんね。これどうしようか。どうしようか。何これ、こうやって当たり判定あんのこれ。あるんだ。ある。あ、あ、もう落ちたけど。落ちたけど。わけわかんねえの。事故だよ。ちゃんと撃てば落ちるんだあれも。落ちたった。じゃあ、あのフレア焚かれて降下してくる前に飛行機を破壊するっていうのはやっぱありなんだ。ありなんだ。この辺、ビバークがあるけどちょっと遠いな。まあでも寄ろうかちゃんと。うん。できればビバーク山のてっぺんとかに構えてほしいんだけどな。なんか麓でね、これ山の。よいしょっと。あ、近くにクレートがある。足怪我しちゃってるよ。あれ、ここにインフォメーションヒューマンが。お、なんだよ、人を化け物みたいに見やがって。あ、野営地の情報ください。はい、どうせなら3つのうち1つの情報を選べじゃなくて全部教えてくれていいんだけど。2974竹さん、まあ夜中にそんなに銃持ったやつが来たら怖いですけどね。 あの男女もこんな夜中にあそこで何をしてんのかって話だけど。何してんだろうな。クレート上？上。ハンドガン。ハンドガンか。Y72 さん、ザスタバ M93 というスナイパーライフルが結構強力みたいです。ザスタバ M93、 初めて聞いた。覚えといて、これ。覚えといて、重要情報だよこれ。もうアウロアの地域でゲットできるよりも重要な情報だよ。もう、いや、とりあえず M93 って覚えてきて、ザスタバ、ザスタバね。ザス、あ、ここですな。あー、そこれできれば、あの、なんだ、平たい建物の屋上に行きたい感があるよね。あ、そうだ、その前に屋上の上に敵がいるからちょっとドローンで見てきてくれよ。ちょっと待って。あ、どうした。降りて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 。ドローンが壊れた。何してんの。ちょっとちょっと、もうバレたけど。おい、ふざけんなよお前。いや、後悔しちゃった。あ、まあ行きたいところは大丈夫。タケさん、ちゃんちゃん、TY72 さん、硬いウルスズでも一発キル、ヘリは大体2発破壊です。誰だって警戒するわ、こんなん。ドローン壊しちゃいたい。この辺まだ何もスキャンしてないな、そういえば。待て待て、敵がめっちゃ見てるところの保証をやったな。大丈夫かな、バレそうで。こいつ
目標アルファは重装備。あ、一発で倒せないからな、ヘルメットのせいで。まあまあ2人でスパンスパンだよね、うん、結局歩いてるとちょっと高度すぎるから困るな。え、なんかもうこの前、あ、いた。これ絶対屋上を取った方が楽だったって、入り口あるもんだって屋上に。それほんとドローンなんてプロペラに引っ掛けるからあんなちっちゃいドローンでプロペラ壊れるんかい。デリケートなのあ、ヘリあるよここに。バレなんで車来んだよ、危な。警戒は僕の方は解かれてるんだけど、俺も大丈夫だよ。そのヘリ乗ったらバレないか。この辺やれば大丈夫でしょ。じゃあそのヘリもらおうか。え、なに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 。おい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 。ドローンに見つかりました。本作の、あーゾ本作の敵は歩兵だけじゃないんだよ。ドローン、情報なんていらん、敵を倒せ。あれ、ヘリ乗らないの。あーもうヘリ乗って上行っちゃうか。ドローン飛んできてる、ドローン飛んできてる。やったやった、はいはい。ごっついヘリだな。な、これ横に機銃が。急げ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 、はいはいはい、急げ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 。めっちゃ撃たれてる。あいて、ちょっと待って、ちょっと怖いから離れる。そういう出す新たな地域これもうさ、飛び降りてあの建物のさ屋上を陣取らない、とりあえず、うん、このちょっとヘリの機銃は扱いにくそう。扱いにくそう。いや行くぞ。そい、このパラシュート地味に難しいんだよな。ほっ、あ、確かに。ちょっとこれうまいこと。オッケー、めっちゃ近くに敵いるし、こいつやっちゃおう。上乗れなかった。クッ、あ、待てピーポピーポピーポン。ドローン。もう減らすしかないな、敵。あ、待って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 。飛び降りた。重装備だ。で、これどのタイミングでメディックドローンで蘇ろう。これタイミングが大事だぞ。痛い。あれ？あ、何これ？即時ドローン使わないと生き返れないの？そういう。はい、僕はリスポーン待ちです。硬い。あれ今めっちゃ戦ってるよもう。死なないでね。大丈夫でしょ。頭がめり込んでる。かっこいいな。危ない。ちょっとあの通信兵がまだ生きてる。痛い。通信兵やらんと無限増援になっちゃうね。復活。いや、何に見られてるのかよく分かんない。危ない。おめっちゃ、あ、近くにいるじゃん、敵。何？めっちゃなんかガトリングがくるくる回ってる音すんだけど、くるくる。ああ、こんなところに。オッケー、よし、あとひっとり。
こんなところにクレートがあるじゃない。また見覚えのある武器だ。もうクレート拾っちゃおう。あと屋上臭いんだよな。うん、屋上の方にいた。 M93 が現状今作最強スナイパーというわけか。 HDI は広角か。広角しちゃったか。泣いたわ泣いたわ。どうやって中入るの。 DMR 用コンペンセーター。ドローンがいる。ドローン壊したい。そう、見失った。え、また見つけてやる。あ、しょ、上か。びっくりした。この影に入る。あ、ここにもクレートが。あ、クレートめっちゃあるの。クレジットかい。今んとこお金使う予定ないんだよな。マルは移送されたのか。大五郎なら彼女の行き先を知ってるかもしれない。2974竹さん、ここなんすか。ここにマデラっていう人が拘束されてる。ここなんだっけ。らしかったんだけど輸送されてるっぽい。すでに敵を発見。おおなーい。いや、中の重装備やった。オッケー。ここは次の収容所か。うん、次のミッション、大五郎を解放するって。大絶対日本人じゃん。ほんと。いや、なんか、すごい、外人が考えた日本人って名前してる。日系人か日本人でしょ。うん。あ、大五郎ここにいるんだわ。上のフロアに。あ、もう見つけちゃってよ、俺。あ、見つけ、ちょっと待って、俺も大五郎に会いたい。いや、大五郎って見た目してないな。本当に？本当に。なんかこの階段の構造が無駄にめんどくさい。大五郎、何してんの？大五郎？大五郎。大五郎。ユウは大五郎？え？大五郎、顔を見せてくれよ。顔を見せてくれよ。あ、お話だ。まあ、フォーラマデラのことは知ってるか？ドローンエンジニアの。なんだって？彼女が作ってるのは、島中を飛び回ってる殺人ドローンだ。ちょっと、何を吹き込まれたのか知らないが、彼女がセンティネルに協力してるなんて馬鹿げてる。彼女は俺たちの仲間だ。勇猛果敢なアウトキャストさ。ならなぜドローンを作ろうとする。お前一体誰だ。落ち着け。あんたの味方だ。俺は墜落したヘリに乗っていた。隠れ家へ行こう。話はそこでする。めっちゃ日本人じゃん。日本人。伊藤大五郎だよ。伊藤大五郎。この人を隠れ家へ。隠れ家へって言ってもね、俺ら乗り物破壊しちゃってるけど。ね。あ、手袋。プレート？お、M4 のレア5、青のやつだ。大五郎のその服装よ。服装？何の面白みもない。面白みもない。ジーンズとパーカー。まあ、ごく普通の。ヘリコプター欲しいな。誰かを護送してるときに、あの、ウルブスがやってこられるのが一番困るから。ね、3キロ先だからな。ヘリ欲しいな。出口どこだ。こっちか。ただこれビワーク行ったらヘリ寄せできんじゃねえの。確かに。ビワークに戻るか。うん。護送中にビワーク設営できんのかな。いや、多分何食わぬ顔で隣に座ってると思う。マジで。多分。ビワーク行こう。ケイ。大五郎。これ。Y72さん。ヘビーアーマー兵とかは落ち着いて頭だけ撃てば、大体一発で死んでほしいんだよな。できますよ。
あれ大五郎映ってないや。あれ？あれ？まあいいや。地上の道路を走れば敵がちらほら。このゲーム空が最強なのでは？なんか、まあ、サムとか撃ってこないしな。うん。サムっぽいものは何回か見たかもしれないけど。TY72 さん、すいません。さっきのスナイパーライフル、デメリットで助けられないみたいです。サプがつかない。完全に車両撃破用だ。まあそうなっちゃうな。重装備、重装備もバレずに切るってわけにいかないな、それじゃ。でもなんだっけ、あのクラスでさ、スナイパー特化っぽいやつあったんだけど、うん、貫通弾が使えるみたいで、ヘルメット貫通するみたいな。多分それで一撃じゃない？欲しいな、それ。だろうね。クラス変えないとダメだよ。でちょっと大五郎の隠れが行く前にまたビバークがあったから設営しとこう。ケンチさん、ラスタバはアーマー虫の特性がついてた気がする。特性ついちゃって。あれ、素でそういうのついてるのずるいな。うん、はい、ビバークを作りましたと。らその情報をね、耳にする前に HTI を勝手に今作最強の武器と思ってたから。ずっと使ってたもんな。強い敵集まるところに強い武器は大体あると思ってたから、うん、あ普通そんなもんじゃ、うん。これ隠れ家か。はい、ドアついてないん。彼は隠れ家にいる。隠れられてるかなこれ。なんかな、エレホンのことを隠れ家と言うと思うんだけど。あ、彼外にいる。ただの山小屋だよこれ。そうだよ。 M4? ショットガンっぽいね。ショットガン見たことあるなこれ。形。お話ししよう大五郎。教えろ、ポーラはどこだ。マデラは善人だ。彼女をどうするつもりだ。ドローンの警備区域を潰すために彼女の助けが必要だ。第一制限区域で彼女の名前を耳にした。そこにいるかもしれない。大五郎伊藤の推測。居場所は分かった。彼女は殺人ドローン計画の切り札。なんか面白い。第一制限区域、彼女を何とかするんだろ。必要なら何でもするぜ。囚人の大丈夫だ。そう要請。俺が何とかする。オメガ研究開発センターに直ちに。そうする。はい。でちょっとヘリを回収して行こうか。てかこれな、この異様な音はダムの音なの？いやなんかさっきドローンっぽいのが普通に走ってた気がする。車みたいな。